Es war einmal in der Zukunft. そして、そのタワゴトは短絡し続け、ゴミ箱に入れます。あなたはそれとセックスをするな。 私はアンイモータルです。時間のマイクロを送る。 フィルス、デバイスを渡してくれ。あなたは私の兄弟です。忘れたのか、マウスピース。それを手渡しないとハープルラープル時間だ。センスは呪われています。このデバイスは生き物だ、神の道具だ。それはあなたのものではありません。 欲しいものをおじさんに与えてください。そんなにシンプルではない美しいマフィン、私の柔らかき繊細の頃、死は唯一の救いの主の死です。すいません、遅れました。 ちょうどマウスピースが言うことをしないと口に小便で満たすしよう。ゴボン、私の老いを殺せ。私の君子が熟しているので、私はとても怖いです。もうファースト設定液体色クリア。 顔の男を目覚める。本当に退屈だ。新人。
宇宙経済を破壊しました。宇宙経済学はあなたの実存主義者の目標を邪魔しないでしょ。恣意的な精神的な遂行の探求は何十億という貧困に値するものでした。バッドキス、あなたはどちらも撃たれます。 Mr. McClintock. Julia! それらの二人の商品のやつが何であるか調べてください! はい、社長。そして元妻が電話した。 彼女は青いタスルで長いシェースを保っていると言いました。 青いアスコエルの成功! タイムクロウェーブ。主の神、私たちは地球の上にある4つの灯台の上に。神様は本当ですか？ 私の息子を助けてありがとう。あなたはまともな少年です。私はもう一つの生きているナイトメアで自分自身を見つけます。あなたの息子は時間のマイクロですか？ 昔、私はあなたの惑星に自分の縛り手を打ち付けています。時間のマイクロは私の人生に慣れました。何世紀もの格闘家が彼と捕らえました。彼らはフライングから彼を救うまで彼の体を拷問し力を奪った。確かに私たちを守ることができますか？私は干渉することはできません。 あなたは勝利の赤ちゃんを作るために使えます。少しなくとも私は正しい宗教を選んだ。私は何も崇拝しません。なぜ二人がこのオフィスにいますか？なぜあなたは何も持たないのですか？私たちは司祭と彼の息子を追跡しましたが。バット！バット！ 唯一のバットを聞いてみたいのはあなたのベッドを夜間に揺らすものだ。あなたの元妻の弁護士は2行目です。私は彼にお待たせしなければなりませんか。ジュリア、彼を45分間ホールドして、そしてゴム栓につけられた棒状の糸を裂いてください。 マイクロを私ないと本当にパープルナープル時間だ。今日話すことはしない。よい。<音声><音声>
あなたの元妻は一興名です。やれよクソ頭、お願いします。